ん？何？どうも。二人とも揃ったようじゃな。バーダックがミラを引きずり込んだ時の狭間の中での出来事よ。そこで何が起きたのかお前たちにも見せておきたくてのう。俺たちにも？一体何が起きたというんですか？説明するより見てもらった方が早いわ。これよ。何？バーダック！この俺が振りほどけない。こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命も。カカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力を舐めるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。この狭間からは永遠に出られない。さあここで朽ち果てた人間、それでもまず俺と戦うというか。何も邪魔されないって覚悟だ。そうしやろ。俺の体を勝手に打ち食いやがって。パワーまで強化したのは失敗だったな。ミラからいただいた気持ちは死のばしてやるぜ。いくら強化したとはいえ、こいつにここまで食い下がれるはずだ。戦いの中でどんどんパワーを高めているというのか。俺の怒りはまだまだこたまないぞ。スーパーサイヤ人トゥシャン。
体の知れない力を待っている。貴様を倒し、今度こそ俺が最強だと証明してみせる。証明？あのプワとかいう女にか、そんなことのために戦ってんのかよ。ずいぶんつまんない野郎だぜ。なんだと？てめえは確かに強い。俺の方が上のはず。そんな数字にこだわってきたら、てめえはつまんねえんだよ。スーパーサイヤ人3。終わりにしようか。いいね、辛抱強く待った甲斐があった。俺は負けたのか。だな、こんな感情は初めてだな。奴らにあって俺にないもの、それが少し分かった気がする。すごい、まさかバーダックさんがあのミラを倒していたなんて。最後の戦いでミラはトアの命令を無視して自分の限界を超えようとしたって言ってたわよね。この時のバーダックとの戦いがミラの心に何らかの影響を与えたんでしょうね。でもバーダックさんはこの後どうなってしまったんでしょう。ミラが意識を取り戻した時には姿が見えなかったのですが。そう、それなのよ。二人の戦いの最後の瞬間からミラが意識を取り戻すまでの歴史が見られないんじゃ。おそらく超パワーのぶつかり合いによって時の狭間に何らかの異常が発生したんじゃろうな。あなたたちはバーダックがどうなったと思う？確かにあれだけ激しい戦いだったわけですし、時の狭間を突き破っていても不思議じゃありません。だとしたらバーダックさんはどこかの時空へ飛ばされてしまったのかもしれません。ただスーパーサイヤ人3の力は消耗も激しいと聞きます。急激な覚醒に体がついていかず、パワーを暴発させて消え去ってしまったのかも。
あ、そうね、どちらもありえるわね。まあ、もし生きていたらまたどこかで会えるかもしれないし、今後も歴史の調査を進めていきましょう。はい、わかりました。ありがとう、参考になったわ。お疲れ様。